こんにちは、翔です。今回はね、前回のショートリポ前置きをさらに前にね、でさらにメカをね、搭載位置を低くしたりして、まあこの定重進化でね、走りがどうなるのかっていうのをね、見てみようと思います。ちなみにね、このフロントの足回りも前回ちょっとオーバーっぽいとこがあったんで、スプリングをね、少し硬いものに変更して、できればね、弱アンダーぐらいにしたいなと思ってるんですけど、とりあえずスプリングがね、もう手持ちのものの中からね、今回は選んでみました。でさらに前回のね、先ほど言ったショートリポの前置きをね、さらに前置きってことでね現状のままではね、もうシャーシの形状で無理なんで、ちょっと一部ね、シャーシを切り欠きます。ここにね、出っ張りが左右2つあるんですけど、まあ、構造的には取っても大丈夫そうなんでね、この部分を切り取って約5ミリね、バッテリーをさらに前に積んでやろうということで加工してみます。でまずはね、先ほど言った通りスプリングをね、交換しました。ちょっと見た目がね、どうなのって思うんですけど、タミヤのね、 DT-02 用のオプションスプリングのハードですね。もうほんと不本意ながらね、また青くなっちゃって、こっちのね、シルバーのスプリングの方がかっこいいんですけど、まあね、こればっかりはもうしょうがない、手持ちがね、これしかないんで、これでね、ほんとさっき言ったように弱アンダーぐらいになってくれるといいんですけどね。ということで加工してみます。はい、早速ね、シャーシの片側だけですね、半分加工済みですね。こっちが加工してない状態で、こっちが加工したもの、もうね、切り取っただけ、リューターでね、ゴリゴリ削っちゃったんですけど、結構硬いですね、このシャーシで。まあね、先ほど言ったように5ミリね、バッテリーをこれで前に詰めるようになります。はい、それで、シャーシのね、加工が、先ほどの左右ともね、完了してます。バッテリーを乗せてみますけど、見た目はねほとんど変わんないですね。5ミリね、前に行ったところで、まあ、走りの方はね、5ミリ結構違うんじゃないかなと思うんですけど、リア側の固定をね、ちょっとどうしようかなと思ってたんですけど、こんなね、部品をちょっとオリジナルで作ってみました。寸法的にはね、ちょっとギリギリの感じだったんですけど、まあやっぱりね、組もうとするとちょっとタイトすぎるのかなっていうところはね、あるんですけど、こんな感じね、シャーシの底面から、ビスで、固定できるようにしてあります。シャーシに対してもね、結構タイトな感じになっちゃってるんで、こんな感じでね、ほとんど見えませんけど、取り付いてます。実際はまあ、あのビスで固定してからっていうことになるんですけどね。で覗いてみるとね、リア側にかなりのね、スペースができてるんですね、これがね。やっぱちょっとタイトすぎましたね、これね飲み込みもちょっと大きすぎたかなみたいなね、気がしなくもないですけどね、もうちょっとこう引っかかる程度ぐらいでよかったんじゃないかなみたいなね、ちょっと改良の余地ありだなみたいな気はしますけど、早速ね、さっきのバッテリーのホルダーもね、ちょっと加工してますっていうのがね、このバッテリーの脱着、取り外しの時ですね、やっぱり少し上にこね上げるんで、やっぱりね、ちょっと飲み込みが大きすぎたかなっていう感じですね。でこんな感じでね、シャーシも底面に穴加工、まあ、サラー穴の加工を行ってね、あんな感じで、固定できるようにしてます。もう見えないんでね、ちょっと何とも言えないんですけど、こんな感じでね、そこから止めるっていうような構造にしてます。ちょっとでも勘のいい方は気づいてると思うんですけどね、リア側のね、空いたスペースにこのメカをね、ちょっと突っ込んじゃおうっていうことで、ちょっと仮置きしてみてますけど、まあ、受信機はね、ちっちゃいんで特にまあ問題ないかなっていう感じで、 ESC もね、まあ、入るスペース十分ありそうなんですけども、見ての通りね、 ESC はこの配線とかスイッチとかね、
いろんなものがついてますから、これはちょっと外に出してやらないと、都合が悪いんで、本当ね、がっつりあそこに穴開けてやろうかなという気もしたんですけど、ちょっとカッコつけてね、今回はあのスマートにね、最小限の穴を開けて、通してやろうということでね、ちょっと毛が気があったんで、もう気がついたかもしれないですけど、毛が気に沿ってね、2.5 ミリで穴を開けてます。いつものねインパクトドライバーですけど、でこの穴と穴をねニッパーでつなげて、こうパチパチ切っていくような感じで、四角い開口をあそこに開けてやろうということですね。これね、もうシャーシ組み立てる前ならね、もっと簡単にっていうか、こういろんな方法があるのかなという気もするんですけど、もうね形になっちゃってるんで、こんな感じでねやってますということでね、開口が開きました。さすがにこのままだとね、配線がボロボロになっちゃうんで、あとはねデザインナイフとこのねダイヤモンドヤスリでね、ちょっと成形してやろうかなというふうに思っています。はい、でね、いきなりもうメカの搭載完了しちゃってます。先ほどのね、開口した四角い穴からね、必要な配線とスイッチを取り出して、ほとんど見えませんけどね、こんな感じですね。でメンテのこと考えるとね、やっぱがっつり穴開けた方が良かったかなという気もしなくもないんですけど、このね低重心がどんな影響があるのかっていうのをね、またサーキットでチェックします。ということでね、サーキットやってきました。基本的な車の仕様はもう前回と同様ですね。でスプリング交換したんで、フロントのね車高だけ若干ね、コンマ5ミリだったかな、調整してます。はい、それではね、今回も大分県大分市にある RC サーキット大黒屋さんで走行させていただきました。先ほどのねちょっとコーナリングでももう若干違うかなという気がしてるんですけど、路面のね状況は、今回もねドライっていう状態で走行させてます。いきなりね一周なんですけどね、まあまあ好感触なんですね。これがこのね高速コーナーの立ち上がり、クリップ過ぎて立ち上がりに向かっていくところでちょっと巻いちゃってたような感じは、かなりねもう影を潜めてくれてるんじゃないかなと思いますね。仕上がりの加速感も本当ね悪くない、逆にいいかなって思えるぐらいの感じなんですよね。ただね、まあプラシーボ効果ってこともありますからね、ということで前回とね、比較してみます。本当ね、かなり微妙な差でね、もうどっちかが失敗するとちょっと離れちゃうみたいな、そういう状況なんですけど、まあね、それぞれのコーナーとかね、立ち上がりの加速の状態とか、そういうところを絞って見ていくとね、まあ、やっぱり今回の方がちょっといいのかなっていう気がね、なんとなくですけどしてますけど、まあねこんな感じでね、比較動画だったんですが、まあ3周だとね、まあ、あれぐらいの差ってことでね、まあ、ただそれ以上に操作フィールはかなり良くなってるなっていう気がしてます。次回はねあちこちにウェイトなんかをね貼りながら、まあ貼りながらというか貼ったり剥がしたりしながらね、ちょっといろいろテストしたいなというふうに思ってます。それではですね、今回はここまでです。この動画がね、面白いなと思ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。
ではありがとうございました。I'm just sitting here. I got